未来へ17アクションは日本放送協会が2021年度から展開する国際連合持続可能な開発目標の実現へ向けての啓発キャンペーンプロジェクトである。NHK ではこの21世紀地球大好き環境新時代 NHK 地球へ行こう。通して地球環境についてまた防災、減災、就職活動性支援、 2020年からは新型コロナウイルスと向き合うビズコロナなどへのキャンペーン番組を展開してきたが2021年度はこれらをさらに包括的に取り上げ放送番組や各放送局などで行うイベントなどを通して SDGs で国連が定義する17の重大課題と向き合い持続可能な多様性ある社会の実現達成へ向けたアクションを起こすきっかけづくりを目指す 主に NHK スペシャル、BS1 スペシャルなどの長時間単発番組や、教養色の強い番組を中心にして展開し、関連のドキュメントレポートや、長時間の討論会などを送る。今こそ、環境問題と向き合おう。PR 大使長浜ネルさん、NHKSDGs 未来へ17アクション。NHKSDGs 未来へ17アクション。 2021年11月3日へずらん。PR 大使宮園さん。NHKSDGs 未来へ17アクション。NHKSDGs 未来へ17アクション。2021年11月3日へずらん。PR 大使。ABCZ 橋本良介さん。NHKSDGs 未来へ17アクション。NHKSDGs 未来へ17アクション。 2021年11月3日閲覧。PR 大使、ABCZ 戸塚翔太さん、NHKSDGs 未来へ17アクション。NHKSDGs 未来へ17アクション。2021年11月3日閲覧。PR 大使、ABCZ 川井育人さん、NHKSDGs 未来へ17アクション。NHKSDGs 未来へ17アクション。 2021年11月3日閲覧。らん。PR 大使、ABCZ モセ光一さん、NHKSDGs 未来へ17アクション。NHKSDGs 未来へ17アクション。2021年11月3日閲覧。らん。PR 大使、ABCZ 塚田良一さん、NHKSDGs 未来へ17アクション。NHKSDGs 未来へ17アクション。 2021年11月3日閲覧、ありがとうございます。